っぱり一番大事なのはフィット感、フィット感、はい、うん、ここですよね、うんうんうん、グローブをはめた時にチケット、はい、まあ切符とか、はい、つかめるかどうかっていうのはすごい大事なんですよね。ピタッとこう、すごい、おお、なんか手術が始まりますみたいな確かにそうなんです。これはめっちゃ掴みやすいんですよ。見てください、これ、うん、わかります？これスマホ対策用なんです。出てるんですね、やっぱりね、はい、すごい。グローブ、レザーグローブしてるけれど、ここだけ素材が違うんですね。手首のところ、これかっこいいですね、うん、そうですね。でしかもここにね、ちゃんと線も入ってるし、はいはい、さらにここで締めることもできるんですね、さらに、うん、はいはいはい。そして大事なことはもう一つ、この色とここに金属がついてると思うんですけど、こういうところの色も合ってたりすると、それはそれでかっこいいと思いますね。フォースタースタイル編集長の星間です。編集長のスタイルクリニック、今回のテーマはこちらです。グローブ、冬の防寒アイテムですね。ストールに代表されるような、まあ、首の巻物の他に、このね、手の寒さを温めるという意味でグローブ欠かせないんですけど、それの選び方、今までね、やってきてなかったんで、今回はその辺について言及していきたいと思いますので、最後までご覧になってください。それでは行ってみましょう。どうぞ。はい、ということで今回はグローブです、はい、グローブ持ってるでしょ、グローブ。いや、持ってない。いやいや、持ってない持ってない。なんかさ、冬のさ、スポーツとかやんないの？しないっすね。例えばスキーとかさ、スキースノーボードとかさ。手袋僕あんましない。ポケットにずっと確かにね、ポケットあったかいからね、はいはい、まあ、それでこと足りるということもありますけど、星間衣装はグローブはしょっちゅう冬の必需品として。そうですね、出張で本当にヨーロッパ行くときとか本当めっちゃ寒いんで。でも確かにね、グローブあると本当あったかいですよね、はい、うん、全然違いますよね、あったかいですね。そうなんですよね、うん、いいグローブ、すごいあったかい。やっぱ1個持ってると どうですか。いや、してて、ポケットと違いますね、やっぱ。いや違うよ、すげえあったかいあったかいですね、はい、うん、いいグローブとはさあどういうものだと思いますか。長く使えるとか。あ、確かに手に馴染むとかね。あ、そうですね、うん、いいグローブとはドカン、フィット感、うん、はい、長く持つ、長く使える、そうですね、長く使える。あと何だろう、外した時になんか邪魔にならないとか。外した時に邪魔にならない、コーディネートに合わせやすいかどうかっていうのもありますよね、うん、コーディネートに。さすがにスーツにスキー用のグローブなんてやっぱ考えられますよね。あと素材ですよね、多分。素材ね、うん、どっから行きましょうか結構出てきましたけど ね、 そうですね、いいグローブとはまず素材はまあ一番まず気になるところが、うん、今日もね、ちょっとかなりいろんなパッと見で、はいはい、素材違いがあるなっていう思いましたけども。そうなんです、これも今回も実は視聴者からぜひグローブの選び方についてやってほしいということを言われたので、やっぱり一番大事なのはフィット感、フィット感、はい、うん、ここですよね、うんうんうん、やっぱり足と同じように、はい、同じように手も入れるものなので、はい、やっぱサイズが大事だと思うんですよ、はい、うん、そうですね、特に素肌につけるものだから余計シビアになりますよね、はい、あ、でもそうですね、ちょっとね、違和感があるとやっぱ嫌じゃないですか。サイズの測り方ってすごい大事で、うん、手がこういうふうにこうあったら、ここの周囲と、あとやっぱここからここなんですね、それによって全然手袋のサイズが変わってくるんですよ、うん、あ、手袋のサイズ今まで確かに考えたことなかったです。なんかなんとなくM とか L とかだと思うんですけど、なんか多分いいものってそういうのじゃないですよね、サイズ表記が。例えば、足のサイズで 8.5 とか、はいはいはい、8と2分の1なんていうサイズあるじゃないですか、はいはいはい、手袋も同じように8と2分の1っていうのはあるんですよ、で、9っていうのももちろんあったら、足も9もあったら、じゃあ手袋も9っていうのあるんですね。だから自分のサイズを知るっていうことが、まずサイズを知る、手があって、こうあって、うん、グローブだけやたらちっちゃいとかっていうのもおかしい話ですし、逆にこうでかすぎちゃって指がこうここの中遊んじゃうっていうのもおかしな話なんですね。確かに。だからサイズを知るというのがすごくまずは大事、あとは素材も大事ですよね、はい、今日はこれスウェードをしてますけど、スウェードであったりとか、まあそもそもカーフ、それからまあ牛もあるし、羊もあるし、
それからペッカリーっていうイノシシですね、もあるし、まあ、もちろんクロコダイルみたいなのもあるし、だからピンキリですこれも、めちゃめちゃいろいろあるんですよね。だからこれでどれ何を選ぶかという、はい、サイズ、素材、はい、当然ここに色っていうのも入ってくると思うんですけど、うんうん、色なんて最後ですよねやっぱりね。あとグローブすごい大事なのは、うん、実は中が違うんですよ。中入れた時に、はい、あ気持ちいいな、うん、はい、なんで笑ってんの入れた。なんかちょこちょこみんなニヤニヤしながら話してるんで。すいません、すいません。入れとけ、まあ、確かに入れた時の気持ちよさっていうのはやっぱ大事ですね。大事なんです。でも思いました、これ肌触りつけた時に、そう、すごい気持ちいいなと、うん、中がカシミヤとかね、シルクとか、うん、あと中何もないっていうパターンもあるんですよ。あ、そのままレザーみたいな感じ。そのままレザーっていうみたいな、はい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 、でこれで何が言いたいかというと、うん、一番大切なこと、うん、これをよく言うんですけど、グローブをはめた時にチケット、はい、まあ切符とか、はい、掴めるかどうかっていうのはすごい大事なんですよね、はい、なるほど。それが引いてはサイズが合ってるかとか、そういうことなんです。革質がこう手に馴染んでるかとかにつながると、はい、そういうことなんです。ほう、で今これしてるのはメローラという、まあ、イタリアのブランドですね、うん、でこれもすごくきちっと作られててサイズもいいんですけど、こうしてこうやった時にこう紙がつかめるかどうかということも大事なんですよね。でこれは中がライニングが、すごいシミヤですね、これね。ですよね、はいはい、気持ちいい素材なんですよ。ただこれね、今カシミヤですけど、ここでちょっと入れてみてください。これはデンツという、うん、まあ、グローブではメーカーとして非常に有名なメーカーなんですけど、ピタッとこう、すごい、おお、なんか手術が始まりますみたいな。確かに。そうなんです。これはめっちゃ掴みやすいんですよ。ちょっとこれ、まあ、もしかするとサイズがちょっと入んないかもしれないですね。もしかしたら入んないかもしれないけど、一回この入れた時の感じをちょっと確かめてみてください。これは何にもないやつです。一枚仕立てのやつなんです。なんとなくわかる、こうガーッとピタッてくる感じが、なんか吸い付きみたいな感じですよね。それです。って靴と同じように足を入れるものが靴じゃない。すごい。このグローブは、まあ、今ちょっとぴったりすぎて入んないかもしれないけど、はいはい、ピタッて入るのが一番いいんだよね。へえ、ね、なんかちょっと違う気持ちよさですよね。そうなんですよ。わ、そういうところも踏まえて選んでいただけると、はい、いいかなという。だから実はこのフィット感、サイズを知るという中のもう一つに、内側、まあ内側の素材ですね、うん、ここですね、ここにも関係してくる。それがカシミヤなのか、うん、シルクなのか、それとも何もない、まあ、一枚仕立てなのか、これでも全然変わってくるんですね。ただ防寒という、もちろん手を温めなくちゃいけない意味合いはあるんですけど、やっぱりもう一つはとにかく髪を掴める、この感覚っていうのをちょっと覚えておいていただけると一番いいかなという感じです、ね。なんかお店で試着するとき、それ一つの指針になりますね。確かにそうですね。指針になりますね。で、もう一つ、はい、昔から言われているのは、シルクというのは人肌なんです。なので、もちろんカシミヤもあったかいんですけど、スッと冬に入れたときにシルクのものだったりすると、すごくつけ心地がいいというふうに言われてますね。まあ、これ、選びのこうテクニックといいますか、知識、はい、今教えていただきましたけども、はい、やっぱまあ何に合わせるかと、はい、どういうふうなコーディネートをしていくか、うんうんうん、これも結構大事だと思うんですよね。そうですね、だから全体のスタイルに合わせることを考えていくと、うん、はい、やっぱりレザーなので、はい、革物はなるべく統一してあげた方がいいんですよ、うんうん、なるほど、革物どうしよう、はい、例えば今日の僕で言うと靴、うん、ベルトしてる、うんうん、そしたらグローブも合わせてる方がやっぱりいいですよね。黒黒ってきて、ここで茶だったらおかしいんで、うん、なるほど、やっぱり革物の色は抑えてあげるという、色、時計のねバンドの時もそういうお話出ましたよね、はいはいはい、革物の色は合わせる、はい、まあ、つまり統一感ということですね、うん、は大事なんですよね、うん、そうなんです、うん、はい、まあ、素材をずらすのはいいんですよ、うん、ただ素材の意味ももちろん大事で、はい、こういうふうに表側なのか、うん、スウェードなのか、表側とスウェードってどっちがカジュアルかって言われると、スウェードの方がカジュアル、カジュアルなんですね、うんうんうん、その辺を理解しておくとまたちょっと変わってくるかなと思いますね、うん、はいはいはい、じゃあ今日ノア君が着ているような、うん、まあ、N3B タイプの、そうですね、うん、アウター、はい、だとスウェードの方が
同じレーザーだったら、はい、うん、そうですね、はい、うん、まあ、もちろん表側でも悪くないんですけどね、うん、はい、よりドレッシーになりますよね、うん、はい、うん、あと作りとか内側とか、はい、そのグローブの作りによっても違うんですけど、これ例えば今日持ってきてるこのグローブ、うん、これちょっと押してみると、はい、これ、ね、指が、ね、ないんですよ、面白いパターンで、こんなオープンフィンガーグローブ、はいはいはい、ちょっと確かにブルースリーに出てきそうな、はいはい、なんか格闘で使えそうなやつなんです。これはオープンフィンガーで、しかも寒くなったらこう被せることがミトンタイプになるという、はい、かぶっちゃうんですね。そうなんですよ、ね、ちょっとこういうパターンもあります。かぶっちゃうんだ。だから冬のこうスノーリゾートとか行くときにはこういうのもありですね、うんうん、そうですね。これはフリースでできてますし、非常にあのカジュアルなスタイルにはぴったりですね、うん、これすごい僕持ってないんで疑問なんですけど、うんうん、やっぱ今皆さんスマホじゃないですか。ああ来た。これだから携帯触るときって、うん、まあ、こういうのとかだったらいいんですけど、レザーのときって、うん、みんな外したり、まあ、そうだよね、やっぱしもうで触んないんですよね多分外で、うんうん、今でもスマホつけ、うん、グローブつけてもまあスマホいじれますっていうやつも出てます、ね、へえ、いいの来ましたね質問、はい、見てくださいこれ、うん、わかります？あら、あこの指にこれスマホ対策用なんです。出てるんですね、やっぱりね。これはオロビアンコというブランドなんですけど、すごいグローブ、レザーグローブしてるけれどここだけ素材が違うんですね、はいはいはい、だからスマートフォン対策ができるという非常に機能的な、まあ、今の時代にニーズにフィットしてるやつですね。あるんですね、はい、そういうものもあります。どうはめてみて、なんかこのフィット感が、うん、手首のところこれかっこいいですね、うん、そうですね。でしかもここにねあのちゃんと線も入ってるし、はいはい、さらにここで締めることもできるんですね、さらに、はい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 、より防寒性を高めるという、はい、フィット感も高くなる。そして大事なことはもう一つ、この色っていう話しましたけど、うん、はい、この色とここにあの、はい、やっぱりこう金属がついてると思うんですけど、こういうところの色も合ってたりすると、うん、それはそれでかっこいいと思いますね。僕みたいに今日、まあ、ちょっと金の時計をしてるんですけど、うんうんうん、これにこのグローブだとやっぱり合わないんです、ね、うん、特に近いからすぐ分かりますよね。そうなんです。だから革物の金属も合わせてあげると、うん、そこはいいんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、かっこいいですね、はい、これあったかいし、うん、でしかも、まあ、フィット感もいいしという、うんうん、これはオロビエンコですね、うん、そしてその他にこういうコンビネーションのタイプもあります、うん、スウェードとこっちが表側と、うん、はい、こういうのもありますね。これちょっとドレッシーな、これはカリディっていうブランドですね、はい、ちょっとはめてみてください、はい、イタリアのナポリのやつですね、すごい、はい、レザーグローブ専業のファクトリーですね、うん、はい、これも普通に見えるんですけど、うん、これもスマホ対策できてます。うーん、はい、対応できるこのナッパレザーですね。ちょっとねどっちも使えるからかっこいいね、これ。かっこいいですね、うん、なんかバイク乗る人とかはもちろん多分必須でね、うん、あるんでしょうけどね、うん、バイクだからね、免許通ってるから、うん、グローブ買わないといけないですね。確かに、うん、そういう意味でも今日の回良かったの、今思いました、うん、本当だ、はい、そういうことなんですね、はい、なんか革のグローブってスーツとかそのコートのイメージありましたけど、うんうん、はい、そのスウェードにしたりとかすることによってこういうジャケットでも合うんだなっていうのが結構分かりましたね、うん、まあ、カジュアルがちょっとねアップグレードするというか、うん、はい、カジュアルスタイルには、まあ、もちろんドレススタイルにもぴったりなんですけど、うん、カジュアルなスタイルでも合うと、うん、カジュアルなスタイルだとこういうのもあります、はいはい、これフィクサーのやつなんですけど、すごいグローブだな、これピタッと、これもねこういうふうにちょっとロゴが入っているようなタイプもあります。はい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 、これだから普段のスタイルとかに一番合う、一番フィットするかもしれないですね、はい、あ、ニューエラとコラボレーションしてるやつですね、はい、なるほど、あ、すごい、これだから今のスウェットみたいなやつでもいいってことですね。ね、そってことですよね。そうですね。まあ素材にまあいろいろありますけど、あの本当にカシミヤとかシルクとかね、うんうん、これまあインナーの話ですけど、はい、こっちの革のやつ、あの羊とかね、ナッパとかペッカリとかいろいろあるんですけど、はい、これちょっとねスウェットみたいのもありますね。なるほど。はい、まあ、グローブも意外とね、いろんな範囲にあのスタイルで使えるんだなということが分かりましたね。うん、はい、まあ、今日いろんな話ちょっとしましたけど、うん、今日どれが欲しかったですか。いや、やっぱでもちょっとスマホで触れるっていうのは基本的にちょっと魅力的ですよね。うん、まあ下まんまね、こうやってね、スマホで触れるのは、はい、うん、
モロビアンコとか、うん、モロビアンコこれハリディでもこれかっこよかったですね。あこれね、うん、なんかスウェードとね表側とのねコンビネーションしてるのね、うん、これちょっと良かったですね、うん、すごい良かったですね、うん、僕もこの辺がいいんじゃないかなと思います、うん、こういうスウェードのやつとかっていうのはかっこいいんじゃないかなと思います、うん、特に今日なんかすごい、はい、まあ足元のねスニーカーもちょっとスウェードが入ってますしね、うん、そうですね、はい、こういうのはちょっといい選び方なんじゃないかなと思います、はい、ちなみに天の声さんどれが欲しかったですか。僕はその一枚革のやつ気になりましたね。ああ、電池ですか。はい、まあ、これはね僕も今日見た中だったらこれが一番いいと思います、うん、はい、はいはい、これやっぱねこうはめた時のこのフィット感とこのピタッとしてる感じ、いや見るからになんかフィットしてるなっていう、うん、なんか本当にやっぱりスパイの映画とか、ね、そうですよね、はい、でも絶対出てくるのは必ずビタッってこう合ってるグローブの方がかっこいいんですね、はいはい、確かに。あとプラス手のラインが全部出るんですよ、だからセクシーなんですよ、うん、そうですね、そうなんです。だそこはすごくグローブ選びではすごく大事な部分なんで、うん、なのでこの一番最初に言った1枚仕立てのものっていうのは割とかっこいいです、うん、そうですね、はい、しかも革だからなんか冷たくならなさそうですよね、うんうんうん、そうなんですよ、ね、このままちょっと女性に触れても大丈夫かな。ただやっぱりグローブなんで、はい、あの革物なんで水とかに弱いというところもあるので、はい、その辺はやっぱり長く使えるいいものを選ぶといいんじゃないかなと思いますね、うんうん、はい、はい、ということで今回は、まあ、なかなか今までやってこなかった、まあ、視聴者からの、まあ、あのね、あのお問い合わせもあったんですけど、はい、どうしよういただきたいですね、はい、今回は言及していきましたということで、また次回何かありましたらぜひですねコメント欄にあの寄せていただければ我々次の特集にちょっと使っていきたいと思いますので、ぜひ今後もどしどしご応募ください。この、編集長のスタイルクリニック動画の連載はですね、本誌のフォルツァスタイルの方の企画と連動しております。詳細をご覧になりたい方は本誌の方のフォルツァスタイルをご覧になってください。そしてさらにですねハッシュタグ、洋服の服に魂と書いていただいて服魂と書いていただいて、皆さんですね自分のスタイルをインスタグラムにアップしてください。でその時に服魂ってつけていただいた方にはですね、我々がその中から記事をピックアップして皆さんのコーディネートとかを全部紹介していきたいと思います。ですのでハッシュタグ福魂と書いていただいてインスタグラムの方をアップしてください。そしてさらにですね、今回着てるような洋服ミニマルワードローブと連携しましたので、そちらの方で買えるものも非常に多いです。ミニマルワードローブは僕が好きなものだけを集めているセレクトショップなんですけど、そことスタイルクリニックそしてフォルツァスタイルというのが連携し始めました。ですのでここで見たものが買えるようになりますのでぜひですねご覧になっていただければと思います。ということで今回はこの辺でまたお会いしましょう。どうもこんにちは。すいません。失礼します。お待ちしてました。すいません。いやこれまた違うんです。違います。これから型紙引き直してで全部生地もこれさえ持ってればっていうのは、うん、多分あると思うんですね。もうそれはもう間違いないものをピシッと作りたい。究極の基本みたいなのがいいんじゃないかなと思います。そうですね。あすごいなこれ。あらゆる女性にモテる。鉄板です。ロックスのウェブゲートマシー星賀さんと私とのこれお宝ですよ。うわすごい。